2024年3月末にスイッチバック式で有名な廃止になった旧新潟駅前バスターミナルはどんなバスタだったのか。1分で解説。旧新潟駅前バスターミナルとは、新潟駅前にあったスイッチバック式のバスターミナルで、スイッチバック式とはどういう意味かというと、第1番線は連接バスが使用していたため駅前ロータリーを使用していたが、23番線は一般的な車の駐車場のようにバックでバスターミナルの乗り場に入線していた。2024年現在は全国的に見てもとても珍しいバスターミナルだった。バック時は誘導員が増えて誘導し乗り場にバスを入線させていた。そんなバスターミナルの歴史は深く、2024年の65年前1回目の東京オリンピックより前の1958年にバスタが開業して以来この古めかしい建物が使用されていた。しかし建物の老朽化や新潟駅の高架化に伴い利便性向上のために南口と北口のバスターを統合することになり、2024年3月30日に廃止になり高架下の新ターミナルに移行した。そんな新バスターミナル開業初日のレポート動画を投稿するので関連動画からぜひご覧ください。旧バスターは4月6日にさようならイベントを開催し、4月中には解体に入るとのことです。